ライトギターミュージックスクールのギター講師をやっています涼一郎です。今回の動画では星野源のアイデア、この曲の弾き語りのセクションを解説していきたいと思います。この、セクションは本人はクラシックギターで、弾いてるんですけども、まあアコギの方で解説をしていきたいと思います。では最初に出てくるコードが F のコードになります。 F を省略した形のコードフォームになります。押さえ方は4弦の3フレット薬指、3弦の2フレット中指、2弦の1フレット人差し指で押さえてあげます。でこの押さえてる2、3、4弦をこのように弾いてあげます。右手は親指、人差し指、中指です。これをこのような感じで弾いてあげるといいと思います。そして次、今度は C4Eというコードになります。これの押さえ方は4弦の2フレット中指、2弦の1フレット人差し指で押さえて2弦3弦4弦、これを同時に弾きましょう。右手の使う指は先ほどと同じ親指、人差し指、中指です。このような流れになります。そして次、今度はですね、2拍目の裏で5弦の開放弦を鳴らしてあげましょう。このような感じです。そして次、 Cm7 のコードフォームを作ります。 Cm7 の押さえ方は1弦から5弦までの3フレットを人差し指で制覇します。そして4弦の5フレット薬指、2弦の4フレット中指で押さえます。このコードフォームで5弦、3弦、2弦、これを同時に弾きます。右手の使う指は、ここも親指、人差し指、中指です。このようになります。そして次、また5弦の開放弦を3拍目の裏で弾きます。そして次、F。っていうふうにいきます。ここでの F のコードは、通常の F のフォームを作ってあげましょう。通常の F のフォームなんですが、1弦から6弦までの1フレット、これを人差し指で制覇して5弦の3フレット薬指、4弦の3フレット小指、3弦の2フレット中指で押さえたフォームになります。そして弾くのは6弦、3弦、2弦です。右手の使う指は一緒です。このようになります。で、この2拍目の C4E から、それ以降は拍の裏で、まあ、開放弦を鳴らしているような感じになっています。まあ、これでリズムを取っているような感じにしていますね。こんな感じですね。はい、これで1小節分になります。では次、2小節目に行きたいと思います。2小節目の最初に出てくるコードが A シャープメジャー7になります。これの押さえ方は1弦から5弦までの1フレット人差し指で制覇して4弦の3フレット薬指、3弦の2フレット中指、2弦の3フレット小指で押さえます。弾く弦は5弦3弦2弦です。このコードを四分音符で弾きます。ここは裏拍は入れなくていいです。で次、で2拍目も A シャープメジャーセブンスのフォームで弾くんですけども、2拍目の頭で2弦3弦、そして2拍目の裏で5弦の開放弦っていう流れでいいと思います。
ワン、ツー、このようになります。そして次っていう風にいきます。今度は Am7th のコードフォームがきます。 Am7th の押さえ方は4弦の2フレット中指、2弦の1フレット人差し指です。で弾くのは5弦、3弦、2弦、これ同時に弾きましょう。でここも四分音符になります。そして、4拍目でって弾くんですけども、4拍目の頭で Am7th のコードフォームをそのままキープして2弦3弦の間を弾いて5弦を弾きます。このような感じですね。2小節目をつなげて弾いてみると1、2、3、4、このようになります。では続いて3小節目に行きたいと思います。3小節目はっていう流れになります。まあ、これも基本的に拍の裏で、まあ、開放弦を鳴らすような感じですね。でリズムを取っているというような流れを作っています。最初に出てくるコードが Gm7th になります。 Gm7th の押さえ方は6弦の3フレット中指、そして2、3、4弦の3フレット、これを薬指でまとめて押さえましょう。で鳴らすのは6弦、3弦、2弦になります。これを同時に弾きましょう。そして、1拍目の裏で、まあ、6弦開放弦鳴らして次コードを Am7th にします。ここはこの最初の Gm7th のこのコードフォームを2フレット上に上げてあげればいいです。なので5フレットに来ますね。で同じリズムを弾きます。このような感じです。そして次 Am7th のコードフォームを作ります。 Am7th の押さえ方は先ほど説明しましたね。それを押さえましょう。そしてここも同じリズムを弾いて、そして4拍目に来るコードが、そして4拍目に来るコードが C7th Augment というコードが来ます。これの押さえ方は5弦の3フレット中指、2、3、4弦の2フレット、これを人差し指でまとめて押さえましょう。そして3弦の3フレット、これを薬指で押さえます。この状態で5弦、3弦、2弦の和音を弾きます。でここでは四分音符分伸ばしましょう。これは裏拍は弾かなくていいです。ここまでが3小節目になります。これをつなげて弾くと、このようになります。では続いて4小節目に入っていきたいと思います。で4小節目に入ったら1小節目と同じフレーズになります。という感じですね。同じフレーズを弾いてあげれば大丈夫です。で次、今度5小節目というふうにいきます。5小節目の最初のコードが Am7th になります。これを四分音符で弾いて、次2拍目で2弦3弦の和音を弾いて5弦の開放弦で弾きます。これ8分ですね。で弾いてあげます。このようになります。で次 Am7th、 Am7th のコードフォームで5、3、2弦を弾いて5弦の開放弦を弾きましょう。そして次っていう風にいきます。今度4拍目で来るコードは C シャープディミニッシュというコードになります。これの押さえ方は5弦の4フレット中指、4弦の5フレット薬指、3弦の3フレット人差し指、2弦の5フレット小指で押さえます。このコードフォームで5弦、3弦、2弦を同時に弾きます。そしてここも、拍の裏で開放弦、5弦の開放弦を鳴らしてあげるといいかなと思います。このようになります。では続いて6小節目のフレーズが、
という感じになっています。それと同じリズムになってますね。コードが1拍ごとに移動していきます。最初に出てくるコードが Dm7th になります。 Dm7th の押さえ方は1弦から5弦までの5フレット、これを人差し指で制覇しましょう。そして4弦の7フレット薬指、2弦の6フレット中指で押さえます。そして弾くのが5弦3弦2弦になります。で、ここでも拍の裏で開放弦を、入れていってあげましょう。そして次2拍目で Cm7th、 3拍目で Am7th、 4拍目で Am7th というふうにきます。つなげるとこのようになります。そして最後7小節目というフレーズがきます。7小節目に出てくる最初のコードが Gm7th です。これの6弦3弦2弦の和音を弾いて四分部分伸ばします。そして2拍目で2弦3弦の和音、2拍目の裏で6弦の開放弦を鳴らします。1、2、そして3拍目 Am7th です。 Am7th の押さえ方は1弦から5弦までの1フレットを人差し指で制覇して4弦の3フレット薬指、2弦の2フレット中指で押さえます。そして5、3、2、1弦まで弾いてあげます。このようになります。ここまでが弾き語りのフレーズになります。このフレーズを最初からゆっくり弾いてみたいと思います。このような流れになります。